はい、では今回は折り紙を使ってチューリップのブーケを作っていきたいと思います。完成するとこんな感じになります。裏側はこんな感じですね。これはいくつかのパーツを作って組み合わせていきます。パーツを結構たくさん作るので時間は少しかかりますが、とても可愛いのでぜひ作ってみてください。必要な折り紙はまずこのチューリップの花の部分が 7.5 センチ四方の折り紙を4枚、このリボンも 7.5 センチ四方の折り紙を1枚で、このブーケの包装の部分が15センチ四方の折り紙を1枚で、この茎と葉の部分は15センチ四方の折り紙をカットして作ります。あとは糊と茎と葉をカットするときにハサミもしくはカッターと定規が必要です。茎と葉はこのようにカットします。15センチ四方の折り紙をまず半分に切って、上側を縦に4等分します。で、下側を半分に切って、それを斜めに半分に切ります。では早速作っていきます。まずは花のパーツから作っていきます。折り紙を裏返して三角になるように半分に折ります。右の角を左の角に合わせてさらに半分に折ります。折れたら戻します。右の角を上の角に合わせて折ります。左側も同じように折ります。折れたら裏返して、この折り筋ですね、この折り筋をまずは中心に合わせます。下の角を軸にして中心から左へ5ミリぐらいずらしたところで折ります。で、ここを左に倒します。そしてこの左の端を右の端に合わせて折ります。そしたらここが袋のようになっているので、ここを開いて折り筋に合わせて潰して折ります。そしたら左側を裏からめくって、この右端に合わせて折ります。で、右の端を左の端に合わせて折ります。先ほどと同じようにこの中を開いて折り筋に合わせて潰して折ります。では裏返します。ここを折っていくんですが、上の角から下は5ミリぐらい折ります。だいたいこれぐらいですね。左側も同じように折ります。そしたら裏からここを1枚めくって、このまま回転させるように手前に持ってきます。左側も同じように裏から回転させるように手前に持ってきます。その時にこの上の角はずれないようにします。で、裏返します。また同じようにここを折っていきます。上の角から下は5ミリぐらいのところで折ります。左側も同じように折ります。下の角を上に5ミリぐらい折ります。
裏返したらチューリップの完成です。これと同じものをあと3つ合計4つ作ります。次は茎のパーツを作っていきます。まず折り紙を裏返して横にして半分に折ります。折れたら広げます。下の端を今折った中心の折り筋に合わせて折ります。上側も同じように折ります。で、真ん中で半分に折ります。そしたらこの部分に糊をつけて貼り付けます。はい、これで茎の完成です。これと同じものをあと3つ合計4つ作ります。次は葉のパーツを作ります。まず裏返して右下の端を上の端に合わせて折ります。左下の端を上の端に合わせて折ります。で、この境目の部分で折ります。これで一つ完成です。これと同じものをもう一つ作ります。では次は逆に折っていきます。左下の端を上の端に合わせて折ります。右下の端を上の端に合わせて折ります。で、この境目のところで折ります。これで一つ完成です。これと同じ向きでもう一つ作ります。そしたらこれを糊付けしていきます。この辺りに糊をつけて貼り付けます。では次は包装の部分を作っていきます。まず折り紙の色の面を上にして長方形になるように半分に折ります。左の端と右の端を合わせてさらに半分に折ります。折れたら開きます。で、裏返して左下の角を中心に合わせて折ります。では裏返してこの向きにします。右の角と左の角を合わせてちょうど半分のところで下の部分を少しだけ折って印をつけます。ここに2本折り筋があるんですが、この折り筋の一番右側から今つけた中心の印の右へ約 1.5 センチぐらいのところで折ります。左側もこの折り筋の一番左から下の中心のだいたい 1.5 センチぐらい
左のところで折ります。そしたらここをめくって左の角から、これはだいたい目安なんですが、これぐらい折ります。で、左側を開いて右側も同じように、右の角からだいたいこれぐらい折ります。で、閉じます。はい、これで包装のパーツの完成です。次はリボンを作っていきます。まず折り紙を裏返して三角になるように半分に折ります。右の角を左の角に合わせてさらに半分に折ります。折れたらすべて開きます。下の角を中心に合わせて折ります。上の角も同じように中心に合わせて折ります。下の端を中心の折り筋に合わせて折ります。上側も同じように折ります。右の角と左の角を合わせて半分に折ります。折れたら縦にします。右上の端と中心の折り筋を合わせて三角に折ります。折れたら戻して、ここを開けて中心で折るんですが、左手で中心あたりを押さえてこのように開きます。そうするとここに三角の部分が出てくるので、これを潰して折ります。では裏返して同じように折っていきます。右から1枚めくって左に倒します。裏返して右から1枚めくって左に倒します。で、この角からこの角を結ぶ線で上に折ります。裏返して同じように折ります。右下の端を中心に合わせて折ります。中心に合わせて三角に折ります。左側も同じように折ります。では裏返して同じように折っていきます。ここはかなり分厚くなっているので少し力を入れております。では横にしてここを開きます。で、ここを押さえてここを広げていくんですが、ここはかなり硬いので、まず上の部分をこのように開いて少しずつ開いていきます。で、反対側も少しずつ開いていきます。あまり一気にやると破れてしまうかもしれませんので、少しずつ開いていきます。
で、少し立体的にしたいのなら、すべて潰すんではなくて、これぐらいにして、あとは形を整えます。平面的にしたい場合は、ここをすべて潰します。はい、これでリボンの完成です。はい、これですべてのパーツが揃いました。ではこれを組み合わせていきます。まずは花と茎を糊で貼り付けます。次はこの向きの葉っぱをここに貼り付けます。次は逆向きの葉っぱを左側に貼り付けます。次は花を貼り付けていきます。貼り付ける位置はもちろん自由なのでお好みでやってくださいね。こんな感じがいいかなと思います。次はあと葉っぱ2枚を一番バランスがいいところに貼り付けます。だいたいこんな感じですかね。ではここを貼り付けます。最後にリボンを真ん中に貼り付けます。このリボンはなかなかひっつかないので、糊を少し多めにつけてしっかり押さえて貼り付けます。はい、これでチューリップのブーケの完成です。ぜひ作ってみてください。気に入ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。